多数のドラマ、映画への出演や歌手活動など幅広い活躍をしている柳葉敏郎。そんな柳葉と共演が NG とされていた三田博子との真実が明かされ、話題になっているという。俳優の柳葉敏郎、58、が10日放送の、梅沢富美のズバッと聞きます。 朝の陣内柳葉30年ぶり大集合今さから話せる SP 水曜極寺に出演30年間共演 NG だった女優と対面した 当時21歳だった女優 M は1988年に同局系で放送された「君の瞳を逮捕する」で柳葉と共演したもののキスシーンの撮影でトラブルが発生した。初めてのキスシーンの撮影に人前でキスができないとの理由で拒否。 撮影が中断し、結局最後までキスはできずに2人が重なり合うシーンをカメラのアングルを引いて広範囲を映すことで対応。それ以来2人の共演はないという。スタジオにその、共演 NG 女優、の三田博子、53、が登場。 私、キバさんが、キスシーン拒否の、それで怒って、共演 NG 女優にリストアップされていると思っていた、と告白。柳葉は、そんなわけない、と否定した。サンダは、私、未熟すぎて、できませんってなって、撮影終了後、キバさんがすっと帰っちゃって、仲良く喋ってくれなくなっちゃった。 他の女優さんとキスシーンをした後は楽しそうだった、と当時を振り返った。さらに、同ドラマの出演後に夫で歌舞伎役者の中村史寛、53、と交際をスタートしたというサンダは、主人が女優さんというのは、キスシーンも、構わないって言ってくれたんで、その後のドラマからキスシーンしたの、と告白しスタジオを笑わせた。 柳葉は妹みたいな感覚で接していたのでつらい気持ちだろうなと思っていた。共演 NG は「そんなことないだろう」と三田と手を合わせ「今度2人でドラマお願いします」と共演作の出演をアピールした。<music>